ディエゴ・ベナリオは、スイスチューリッヒ出身の元サッカー選手。元スイス代表。現役時代のポジションはゴールキーパー。ベナーリオ、ベナグリオ、ベナーリョ、ベナリオなど日本語表記は多数存在する。地元チューリッヒの名門グラスホッパーで、プロデビュー。2002年に、ドイツの VFB ・シュトゥットガルトへ移籍するが、不動のレギュラーであったティモ・ヒルデブラントに阻まれ、 リザーブリーグでの出場に終始した。2005年、ポルトガルの CD ナショナルへ移籍。当初は、エンリケ・イラーリオの控えであったが、2006年に、イラーリオが、チェルシー FC へ移籍すると、レギュラーに定着した。2008年1月1日に、VFL ボルフスブルクへ加入し、3年ぶりの、ドイツ復帰となった。すぐに、フェリックス・マガトの信頼を得て、 ジモン・イエンツ氏から、政治意見を奪った。2007から08シーズンの後半戦には、ベナリオの加入もあって、ディフェンスが安定し、クラブ史上最高位となる5位でシーズンを終了した。2008から09シーズンも引き続き安定した、活躍を披露し、ブンデスリーガ初制覇に貢献した。2017年6月16日、10年過ごした、ボルフスブルクを去りエース。 モナコへ3年契約で移籍した。2020年8月、現役引退を表明した。2006年に、A 代表未経験ながら、パスカル・ツベルビューラー、ファビオ・コルトルティに次ぐ、第 3GK として、ドイツワールドカップのメンバーに選ばれた。母国開催となった2008年の欧州選手権では、政治系として2試合に先発出場。 2010年の FIFA フフワールドカップ南アフリカ大会にも政治系で全試合出場。グループリーグ初戦では優勝候補のスペインをファインセーブ連発で無失点に抑え1から0での勝利に貢献。同大会ではワールドカップにおける最長無失点時間記録を樹立したがグループリーグ最終戦のチリ戦の後半30分に失点し、 決勝トーナメント進出はならなかった。2014年8月20日、代表引退を表明した。ありがとうございます。